Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。東京競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。ディープチケットが先頭に立ちました。13番ディープチケットが先頭です。この辺りちょっと離れている11番ベルテンデビュー、そのうちロードトレジェンド。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。カリキュラムちょっとピンチか。ポッキーも懸命に追う。2番手にベルヘンデビュー、ロードツレジェンド、そしてその後ろからポッキー。この辺りで先頭はベルヘンデビュー、外を通ってピンケルトロン、これと一緒にフレバーインザスターベルヘンデビューが先頭だ。ピンケルトロン、そしてその後ろからフレバーインザスターベルヘンデビュー先頭、ベルヘンデビューが先頭。内か外か、内か外か、2頭の争いになった。第1レース、1着5番、2着11番、3着正代、以上のように確定しました。飛び出した14頭、まずまずのスタートを切りました。注目の先行争いでありますが、4番アルマニャックが先手を取りました。そして6番離されましてグレートホーン、そして5番手にアルフィーセカンドであります。そのうち1番ゴールドバダック。さあ第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。ゴールドバダックちょっとピンチか。里の綺麗な石、それからピンバルオドルブ先頭、アルマニャック、アルマニャックが2馬身リード。ビンストレルソングも懸命に追う。2番手にピンバルオドルブ、ビンストレルソング先頭に立った。バートバカラック、そしてその後ろからレファレンスウェアかわした。2番手にバートバカラックだ。先頭はビンストレルソング、ビンストレルソングかバートバカラックか、わずかに内か。We'll be right back.
第2レース1着当番、2着14番、3着7番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。みかんみかんみかんが先頭に立ちました。前の馬はちょっとハイペースか。14番フライングキッズ、内から1頭エミリア、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。先頭行く緑の帽子はバカローベル、先頭バカローベル、バカローベルが一馬身リード、内から懸命にみかんみかんみかん、3番手にコノスバ、先頭はバカローベル、内から1頭みかんみかんみかん、イリュージョンが3番手、先頭はバカローベル、ああもういっぱいか。外から懸命にフライングキッズかわした、2番手にフライングキッズだ、変わったか変わったか変わった、フライングキッズ先頭、フライングキッズキナバル、馬体があったところがゴール板。第3レース、1着11番、2着14番、3着13番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。ブタンが先頭に立ちました。それからもう1頭キングガルフ、ミスタージェントル、そして一番人気のラスティネイル、うまくいっているんではないでしょうか。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。赤い帽子ラスティネイル追い込み体勢に入っている、先頭ブタン、ブタンが2馬身リード、内から懸命にレイルイ、白い帽子レオボビーディック、クレバーサンライズ先頭だ、内からブタン、レイルイも懸命に追う、クレバーサンライズ先頭、クレバーサンライズが先頭、レオボビーディック、そしてその後ろからレイルイ、クレバーサンライズ先頭、内か外かほとんど同時。第4レース、1着5番、2着1番、3着11番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。ロックホールが先頭に立ちました。6番ハローイチチャリンコ、そしていたオーサマペンギンと8番ペルシアンナウト、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。オーサマペンギン直線の伸び足はどうか。ルナティックゲート先頭、ロックホールも懸命に追う、ロックホール先頭に変わったか。この辺りで先頭はルナティックゲート、3番手にイートミートミート、4番ロックホール先頭、ルナティックゲートが大きくリード、エロリスト、そしてその後ろからロイヤルアスコット、エロリストがかわした、2番手にロイヤルアスコットかわした、ロイヤルアスコット先頭、内か外か内か外か、2頭の争いになった。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に5番、当番、11番、5番、当番以上のように確定しました。